ファントムウルフ続きからやっていきますよ。扉が開いたところで終わったね。行くよ。本棚の後ろから出てきた扉だ。この奥にクリミアのリスケをさらった犯人たちの隠れ家が。入ってみましょうか。ああ、だがおそらく。鍵、やっぱ鍵がかかってるよな。まあ、素直に開くはずないですよね。二人ともこれを見て。何？ん？これは電子ロックでしょうか。あらこら、あー、また絵画だこれ。色がついた動物のシルエットが4つありますね。何でしょうかこれ。猫、蛇、鳥、犬。猫、蛇、鳥、犬。さあな。だがこれを正しい順番に並び替えれば開くってことだろ。あ、そうなの？ってなると、こっちから見ていけばいいんでしょ。だから蛇、蛇、猫、犬。ヘビ、猫、犬、鳥。ヘビ、猫、犬、鳥。なんて安直なロックなんだ。ヘビ、猫、犬、鳥。ヘビ、猫、犬、鳥。オッケー。よし、これでどうだ？え、違うの？色か。いや、色じゃない？ちょっと待って。黄色。名前のところが黄色だね。全部黄色だわ青？遠目で見ると青と紫だけど関係ないかな。青、紫、変わらないか。じゃあ名前か。夜空、青い、青、赤。あー、なんか来てる気がする。タイラーレッド、怪しいよね。青、赤、緑。はいはい、来たよ。青、赤、緑、白、青、赤、緑、白、青、赤、緑、白、白なんてあったっけ。まあいいや、やってこう。あるわ。くぅ、ちょっと調子乗ったぜ今。青、赤、緑、白、どうだ。えー、嘘。いや絶対嘘。なんで、しょこない。なんかいろんな別のカラーがあるとかそういうわけじゃないよね。逆か、こっちからか。青、赤、緑、白、白、こっちかな。この矢印を見る限りだと下に下がってってるっていう意味だから、多分左が一番下ってことになるのかもしれない。はい。なんで青でしょ。よし、ヒント見よう。いや、いやでもちょっと頑張りたいな。ちょっと頑張ろう。やっぱ頑張ろう。青。でも青でしょ。絶対青だよ。青。でしょ？青、赤。緑。白だもんな。この鍵ぶら下げてんのがすげえ気になる、この鳥。なんでだ。やっぱ、この、なんつうんだろう。ヘビ、猫、犬、鳥で合わせた方がいいのかな。ヘビ、猫、犬、鳥で逆パターンやってみるか。さっきと逆。ヘビ、猫、犬、待って、犬、鳥。オッケー。わからねえ。ヒント、なんかないですか？鍵かかってる。そうだな。それだけ見られたくないものを隠しているのかしら。そうかもしれないな。誰か俺にヒントくれない？ちいちゃん、なんかある？動物のシルエットがありますね。鍵を開くヒントなんでしょうけど、どういう意味なんでしょうか。ああ、さっぱりわかんねえな。俺も本当にわかんないんですけど。え、ドキ？どうしたんだ、サトル。いや、少し緊張しすぎてるみたいだな。あの扉の奥に何があるのか想像するだけでも恐怖でドキドキするよ。何言ってるんだ、この人は。これ絶対俺たちの貴重な情報盗んでいくぜ。簡単には入れないようですね。ああ。しかしわざわざこんな鍵をつけてるところを見ると、よほど見られたくない何かがあるのでしょうね。そうだな、よほど見られたくなかったらヒントをここに残していってはいけないと思う。赤い鳥。赤い鳥っていうのが別に関係ないんかな。なんかな、名前俺結構いい線いったと思ったんだけどな。白緑赤、白、緑、赤、青だもんね。どっかで間違えたとかある？白、
緑、赤、青だよな。違うって言われるんだよな。逆パターンは白、緑、赤、青。よし、ヒントを見よう。こういう時はもうしょうがない。ヒント、じゃじゃん、シルエットの色が並べる順番のヒントだ。でしょ、間にある不等号は大小を表している。え、大小を表している、大きさ、サイズ的な意味。あ、数字か、そっちか。となると1923、だから緑1923、タイラーレッド、タイラーレッド2002、2001、2088だから、まず犬の緑赤白青かな、多分そうだ、緑赤白青。緑赤白青。あ、来た、ガチャリ。ふ、苦戦したぜ。意外と時間かかった。開いた。なるほどな。この電子ロックに描かれた色がついた動物のシルエットは、そもそも動物のシルエットはフェイクで、シルエットの色と図書館にある絵画の作者の名前が関係していたのか。夜空青い、タイラーレッド、森山緑、白山舞ね。この4人の名前には共通して色が含まれていて、その色のついたシルエットを作品が作られた年代の古い順番に並び替えればよかったというわけだ。気づくのに時間かかったよ。ふん、私やっぱ天才じゃね。アーリッツさん、珍しく頭が冴えてますね。珍しくとか言うなし。珍しくは余計だ。やったーね、これで隠し扉のロックも開いた。さあ早くみんなを呼んで中に入りましょう。うん、隠れ家に侵入開始だぜ。お、じゃあ行こうか。よし、それじゃあ開けるぞ。お願い、緊張するっす。え、何もない、これ。なんかある。これは、そこには小部屋が広がっていた。ここって、ここが隠れ家？なんか狭いっすね。いえ、そうじゃないみたいですよ。は？部屋の奥を見てくれ。奥に扉がある。まだあるの？扉？ほんとね。ということは、あの奥が隠れ家につながってるってことかしら。あー、なんだこれ、また鍵。くそ、また鍵がかかってんのかよ。隠れ家というからには鍵がかかってて当然でしょ。じゃあ私たちが見つけたのは隠れ家につながる廊下ってことか。なんだよそれ、せっかく謎解き頑張ったのに。まさかの二重セキュリティですか。この扉の横についてるのは電子ロックか。またか。パスワードを入力しないと開かないみたいだな。パスワードなんて僕知らない。じゃあとりあえず適当に押してみましょう。いや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 、おい知恵待て。ひー、何ですか。もしパスワードを間違えていきなり警報でも鳴ったらどうすんだ。そうなったら私たちが侵入していることがバレて一巻の終わりだぞ。そうですね。すみません。ねえ、ラキナちゃん。さすがにパスワードの解読とかはできないよね。うちにはそんな技術ないっす。コウ君がいればな。そっか。ごめんなさいっす。おさむさんはどう？ふむ。これは少し難しそうですね。くそ、隠れ家まであと少しだってのに。その時だった。あ、来たよ、これ。絶対凛太郎たち。みんな静かにするっす。図書館の入り口から誰か入ってきたみたいっすよ。ほんとだ。足音が聞こえる。もしかして悪い人たちが隠れ家に戻ってきたんじゃ。あ、絶対凛太郎たちだから大丈夫だよ。もう大集結だな、一個の場所に。どうしましょう。早く逃げないと。毎度毎度落ち着けって、知恵。知恵、私たちがこの部屋にいるのがバレたらそれこそまずい。急いでここを出るぞ。了解っす。いや待ってくれ、これはむしろチャンスかもしれないぞ。え、チャンス？ああ、ここは二手に分かれるのはどうだろう。とりあえずみんなこの部屋から出て隠れてくれ。私はこの部屋で彼らが来るのを待っている。どうしてサトルさん逃げないんですか。ああ、誰かがこの部屋に残って彼らが扉に入るときにパスワードを盗み見すればこの扉を開けられるんじゃないか。それは、いや危険すぎるだろう。もし犯人に見つかったらどうすんだよ。
今は背に腹は変えられない状況だ。やるしかない。男らしいな。いやでも絶対貴重な情報盗む気だろうけど。それなら私も一緒に残りましょう。俺も、大人組みんな、いつさん私たちはどうしましょう。このままだといくら協力し合う、間違えて協力を結んでいるとはいえ、サトルさんたちに先を越されてしまいます。くそ、わかってる。けどよ、この状況一体どうすれば。あ、来てるよ。足音がだんだんこっちに近づいてきてる。もう迷ってる時間は。ん？おい、なんか声がするぞ。まずいよ。まずい、気づかれたっす。どうしよう、僕の声のせいで。レイト君のせいじゃないっすよ。くそ、こうなったら全力で逃げるしか。ここは俺に任せろ。何する気？え？こういう非常時のために俺はいつも体を鍛えてるからな、男らしい。もうすまし顔がイケメンなんだけど、拓也。なんとか時間稼いでみる。拓也さん。ここは拓也さんに頼るしかないか。ごめんなさい、拓也さん。なら僕も。はあ？そんなヒョロヒョロじゃ戦えないだろう。お前がいても足手まといになるだけだ。そんな。って、こんな話をしてる場合じゃない。俺は今から奴らを不意打ちして時間を稼ぐ。合図を送るからその隙にみんなは逃げるんだ。いいな。わかりました。無理はしないようにね。ああ。それじゃあ行ってくる。かっこいい。なんだ、すげえ主人公補正かかってるあれ。だ。でも、凛太郎たち、あ、でもな。拓也の筋肉で凛太郎の筋肉に勝てるかな。難しいとこだよね。足音が多いな。こりゃ何人かいるみたいな。いやもう絶対凛太郎たち。大丈夫かこれ。いくら体を鍛えてるとはいえ、俺は格闘家でもない。俺はただの舞台俳優だ。大人数を相手にするなんて、舞台の殺人でしかやったことねえし、殺人やったことあるんだ。え、俺にできるのか？いや、考えるだけ無駄か。とにかく、俳優としてこの顔だけは守って戦おう。もう足音がすぐそこだ。さあ、来い。こっちから音が聞こえたんだけど、今だ！いけるか？その瞬間俺は目の前に現れた男の胸ぐらを掴んでその場に投げ飛ばした。誰が投げた？うぐ！よし、一人目。で、ああ、お前は、いや、いきなり投げられてる。やめて、ここ殺さないで。いや、面白すぎるか。お前はマスクドウルフの。え、この声は、ゆきなりくん。うわぁ、バキバキだぜ、ともやも。どうかしたの？すごい音が聞こえたけど。いや、もうなんか、ゆきなりかわいそう。ジュースはおごらされるし、投げられるし。あなたは、何見つかった？あ、お前らは、フォレストブラザーと、マスクドウルフ？この人誰？は？お前は、クリミアノリスケじゃねえか。いや、違う。あ？いや、なんか違う。クリミアノリスケじゃないな。ノリスケ君を知ってるの？知ってるも何も。苦しい。息ができな。手を離して。いや、面白すぎる、いきなり。ああ、終わり。は、助かった。大丈夫、ゆきなり君。なんとか。投げ飛ばされた時、もう死んだかと思った。だな。なんなんだ、一体。これはどういう。おこうくんも。ふん。どうやら俺たちの前に先客がいたようだな。初期して進む。それから数分後。はあ、まさか君たちもここに来るとはね。どうも、かわいい。ファントムウルフの怪盗団、ほぼ全員集合。ね。そうっすね。くそ、せっかく私たちが一番乗りだと思ったのに。ふん、一番乗りだから何なんだ。は？なんだよ、お前。またバトってるこの二人。依頼のものを最初に盗んだ奴らが報酬をいただく。要は結果が全てだ。それなのにお前は毎度毎度家庭ばかりを気にして。ほんと成長してないな。いや、口が悪い。はあ、なんだと？もう一遍言ってみろ。うるさい、子供みたいにわめくな。はあ、お前が同い年だとは信じられん。小学生くらいでいろいろと成長が止まっているんじゃないか？はあ、お前、今私の身長のこと言ったな。そんなこと俺は一言も言っていない。お前が自分をチビだと自覚してるからそう思うだけなんじゃないのか？うるせえ。もう勝てないね、口喧嘩にコウ君に。いや、もう BGM 変わった。この二人、もうイチャイチャしだすよ。ふん、言い返せなくなったら感情的に反論か。子供と話していると時間などもったいない。ふぐぐ、クソ、いつもいつもバカにしやがって。ニッツさん、落ち着いてっす。喧嘩はダメっすよ。止めるなら、アキナ。今日という今日はこいつを許さない。レイト君、いつものリツさんが好きな飴を持ってませんか？飴を与えれば少しは落ち着いてくれるはずです。いや、もう子供。ごめん、僕食べちゃった。いや、お前。そんなあの飴がないとリツさんは機嫌を直してくれないのに。おい、お前らまで私を子供扱いするなよ。
ほんと低レベルなやつらだ。いやもう目がすごい。もう下げすんでる。もうコウさんもその辺にしといたら。ふん、どうもこいつの顔を見るとムカついてくる。好き、嫌よ嫌よもってやつじゃない。本当にリツさんとコウさんは仲が悪いね。でも喧嘩するほど仲がいいって言うよね。お前は黙ってろリンタロウ。あーコウくん怖い。あ、終わった。消費して進む。ふん、とにかくお前らがどうやってここを見つけたのかは知らねえけど、今回の手柄をいただくのは私たちだからな。勝手に言ってろ。今回は俺たちが手柄をいただく。そうだそうだ、前の依頼では凛太郎にうまく騙されたから、今回で挽回してみせる。そうだな。うー、あれは雪乃くんが騙されるから悪いんでしょ。残念だけど今回も僕と姉さんが手柄はいただいちゃうよ。ねえ姉さん、ごめんねみんな。いやもう奪ってく気まんま。ふふ、若い子たちは元気があっていいわね。ピノノワールも黙っちゃいないぜ。私たちも流れに乗って彼らの会話に混ざりますか。サトルさん、会話に混ざってきたらどうです。なぜ私が。そういうのは私らしくない。だからこそ面白そうじゃないですか。からかうのはやめてくれ。ふふ、おさむさん、冗談はその辺にしとこうぜ。俺たちはクールな怪盗団、子供の挑発になんて乗らねえよ。ふふ、わかってますよ。どんな時も冷静に、盗みのチャンスは絶対に逃がさない。それが私たち怪盗団のやり方ですもんね。ええ、社会人として大人の振る舞いを心がけましょう。みんな、凛太郎も雪成もこんなにノリスケ君のために勘違いしない方がいいよ。え、僕らはあくまで報酬が目当て。あんたのお兄さんを無事に連れて帰らないと報酬がもらえないから頑張ってるだけ。ボランティアとか慈善活動でもないから、そこら辺勘違いしないようにね。冷たいな言うと、依頼に関係ないことには基本ノータッチだから。わかってる。俺もノリスケ君さえ救えるならそれでいい。むしろそれ以外はどうなったって構わない。ふーん、あっそう。もういっちゃった。消費して進む。さてと、そろそろおしゃべりタイムも終わりにして本題を片付けるわよ。そうだった。え、本題？本題って何のこと？実はこの図書館にノリスケさんが捕まっているかもしれない隠れ家があるんだ。隠れ家？こんな古い図書館に隠れ家なんてあるんだ。なんか漫画や映画みたいな展開だね。ね、それでその隠れ家の入り口は見つけたんすけど、扉にパスワードの鍵がかかってて、解除を間違った時が怖くてパスワードを適当に押すわけにもいかないし、扉が開けられずに困ってるんだ。コウ君出番だよ。なるほど、なんだそんなことか。え、何か方法があるんすか。方法も何も、そんな電子ロックくらいコウさんのハッキングに任せれば余裕で解除できるでしょ。ハッキング、そんなことができるのかい。てか、なんでお前が偉そうなんだよ、言うと。ふむ、なるほど、電子ロックか。いける？ちょっと見せてみろ。うん、これでできなかったらちょっと笑うんだけど。これなんだけど。ふむ。ハッキングなんて本当にできるの？うるさい、気が散る。やってる。おー、すごく早いタイピングですね。いや、おさむさん、そのパソコンなんで持ってんの、本当に。ハッキングするわけじゃないとしたら、ただの飾り？何やってるか全然わかんねえな。ねえ、どうなんだ？解除できるのか？できないのか？おお、マジか！半端ねえ、コウ君。マジか！すごすぎる。ふん、この程度のセキュリティ、俺にかかればこんなもんだ。さすがコウさん、すごい。あ、消費して進む。頭はいい方だと思ってたけど、こんな特技があったなんて。ふふ、驚いた？コウさんはけん玉部なのに、けん玉よりパソコンが得意なんだよ。なんていうか面白いよね。は？けん玉？その2つは何の比較にもなってない気がするんだけど。いや、雪成ちょっとおバカな子だから。なんか、ファントムウルフの雪成ちょっとおバカだよね、本当に。とにかくパソコンのスキルはコウさんの右に出る者はいないってことだよ。そうなんだ。とにかくコウがすごいことは分かったよ。だが、あまりにも簡単すぎたな。隠れ家というくらいなら、もっとセキュリティを強化してもおかしくないと思うんだが。君の腕がすごいから、セキュリティも甘く感じちゃうんじゃないかな。きっとそうですよ。ふむ、まあそういうことにしておこう。なんだろう、何か気になるね、それは。ガチャ。うわ、まだ続くのね、この奥。これは、扉の先は長い廊下が続いているわね。なんか怪しい研究施設って感じ。図書館の地下にこんな場所があるなんて。この奥にノリスケくんがいる？おそらく。よし、じゃあ早速調査開始。と行きたいところだけど、
さすがにこの人数で乗り組むのは目立ちすぎない？いやだいぶね。それはそうだな。確かに目立って侵入がバレたら元も子もない。それなら今回は少数精鋭で潜入しましょう。ってことは各チームのリーダーが行けばいいんじゃない？とりあえず各グループ2人ずつメンバーを出すのはどうかしら。いやそれでも8人だから結構多いけど、まあそれが無難かも。本当に賛成。いやその半分の4人の方がいいんじゃない？私たちフォレストブラザーは2人だしこのままでいいよね。うん、俺たちマスクドウルフからは俺と雪なりだ、いい人選だ、頑張るよ。それじゃあ私たちピノノワールからは私とサトルさんで行きましょうか。青サトルさん入った。怪しいぞサトルさんは。大丈夫か？じゃあ私たち猫のやつキャーからは私とラキナだな。あ、チエちゃんはぶられた。ラジャース。ラキナちゃん大丈夫？僕が行こうか？心配いらないっすよ。もし何かあったらうちにはこのエアガンちゃんがいるっすから。ぶっぱなす気だ。でも僕もみんなのために働きたいのな。こういう潜入は私とラキナの方が慣れてるから任せとけって。そうっすよ。二人とも。レイト君、私たちはお留守番しときましょう。そうだ、暇ですし、おすすめのオカルトアニメがあって。なんじゃそりゃ。暇じゃねえだろ、ちゃんと見張ってろ。すみません。レイト君そっちは任せたっす。うん、レイトはレイトでみんなと関わりたいんだろうな。なんかすごいことを成したいんだろうね、ヒーローとして。よし、これで潜入メンバーは決まったね。ちょっと待って。何？どうしたのノリト君？俺も行くよ。急に。もうやめて。え、でも危ないよ。そうだよ、もし何かあったら。俺はノリスケ君を助けたい。この目でノリスケ君の無事を確かめたいんだ。ふん、犯人が行く気ならいいんじゃないのか。ただし足手まといになるのはごめんだぞ。わかってる、迷惑はかけないから。どっちでもいいけど早くしろよ。それじゃあノリト君を含めて9人で潜入だな。うん、じゃあみんな行こう。そして俺たちは怪しげな通路を進んでいった。あ、終わった。あ、じゃあちょうどいいからこれで終わろうか。次回探索パートになるのかな、これは。それではシアンでした。またね。